皆さんこんにちは、大川すけです。今回はですね、マーシャルから新製品が2つ登場したということで、先行してレビューしていきたいなと思っております。製品がこちら。じゃん。はい、こちらがマイナー4、そしてメイジャー5ですね。はい、先日僕のチャンネルで、えー、ワイヤレスイヤホンね、あの、メイジャー4とか、 レビューさせていただいたと思うんですけれども、そこからアップデートして登場したということで、今回もご縁をいただき、えー、先行してレビューすることができました。で、マーシャルといえばね、皆さん、アンプメーカーとしてね、えー、認知されている方も多いと思うんですが、まあ、近年、あのオーディオの、まあ、コンシューマー向けの製品が増えてきたということで、えー、僕ですね、あのメジャー4のレビューをしてから、街でめちゃくちゃこれをつけてる人が、あのー、 見受けられたというか、本当にこれをですね、街で付けてる人が本当に多くて、あの、まあ、本当にいろんな意味であの流行ってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、僕個人的に最初にお伝えするのが、本当に総合的にレベルの高い製品になってると思っております。なので、今日はデザイン的な側面、そして性能、実際に聞いてみた感想、そしてネガティブなポイントも含めてお伝えできたらと思っております。では、まず開封ですね。ま、箱は本当に 今回お伝えしておくと、もうこの箱のデザインとか、プロダクトのデザインとか、え従来のマーシャルデザインをしっかりと踏襲して、え性能をアップデートしていると。 まあそんな、あの製品になっております。あの、本来はですね、あの、一つの製品をレビューするべきだと思うんですけれども、まあ今回同時にね、えー、ご提供いただいたということで、まあだし、これ二つの製品の関連性も含めてね、こうやって見ていくと、なんか面白いのかなと思ったので、えー、一緒にお届けしております。えー、こう見るとですね、この、あのー、メジャー5、 に施されているデザインと、このマイナー4の素材がですね、一致してるんですよ。こんな感じで。やっぱこういうマーシャルらしいそのデザインっていうものが、ちゃんと踏襲されてるのは素晴らしいですよね。ちなみに僕、あの、マーシャルの、このスピーカーですね。スピーカーは、これ下にあるんだけど、めっちゃ愛用してて、あの、こういうワイヤレスイヤホンとかヘッドホンじゃなくて、スピーカーとかも本当におすすめです。 僕も毎日あのオフィスで聞いているんですけれども、何とも言えないこの音に対するこだわり。やっぱりアンプメーカーだからこそ、やっぱ音に対してのその圧倒的なそのこだわりと、それをね、製品に踏襲する力みたいなのもね、あの、あるんじゃないかなと思っているので、え、お伝えしたいと思います。で、まず、こちら。もう一緒にあの、デザインのレビューしていこうと思うんですけれども、マイナー4。マイナー4に関しては、今回、インナーイヤー型のイヤホンになっていると。 特徴的なステム。これはですね、マーシャルのプロダクト、ほぼ全てに投資されてます。もちろん、あの、メジャー5にはないんだけれども、スピーカーの方にも投資されている素材ですね。とても高級感があって、かなりかっこいい。つけてる時のね、装着感とかも、ちょっとお見せするんですけれども。はい。つけてるとき、こんな感じ。で、つけた時にね、この、なんて言うんだろうな、スタンバイモードというか、そういった高揚感のあるね、音が流れるようになってます。つけた時の感覚はこんな感じ。はい。正面ね。 になっております。マーシャルの頭文字の M っていうのが本体には施されている、そんなデザインになっております、えー。このね、形状とかも耳へね、正確にフィットするように再設計されているみたいで、まあ、つけてみたときにね、なんかその、こうやって頭を振ったときに、頭を振っても、 取れる感覚みたいなものは全くないです。基本的に僕はね、インナーイヤー型のイヤホンをつけることっていうのはそんなに多くないんですけれども、なんかこれはこれで、もちろんね、今回両方ともあの、ノイズキャンセリング等はないんですね。 ただ、その分ね、あのー、ポジティブな側面としては、長時間使っていても耳が疲れないっていう要素だったりとか、まあ、つけながら誰かと会話できるみたいなところも良さだったりします。で、イヤホン。これ、両耳で約 7.4g、充電ケースが約 40g なので、合わせると 50g 弱で、めちゃくちゃ軽いんですね。で、あのー、 ま、p o ポッ p プロね、世界で一番売れてるイヤホンだと思うんですけれども、まあ、あれと比較しても全然軽いです。ただ、あの、見た目みたいなものは、えー、こっちの方がもっと正方形よりというかね、えー、サイズとしてはこんな違いがあります。はい。で、デザイン的にね、これ2段階あるんですよね。だスムーズに開かないっていう。だからそこがね、若干、これはあえてなのか、えー、なってしまったのか、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、ちょっとそこ気になるポイントでしたね。で、あと取り出すところ。スムーズに取り出せないっていうところ。 これもちょっと慣れですかね。はい。っていうのはちょっとありましたね。で、続いては、メイジャー5。全体が黒のデザイン。武骨なんだけれども、なんとも可愛らしい。この白のマーシャルのロゴも入っていて、スタイリッシュです。僕もね、その、エアポーツマックスとかね、あの、いろんなヘッドホンとかを使っている中で、やっぱり音質って大事ですよね。ただ、えマーシャルのこのヘッドホンは、音質もさることながら、えスタイリッシュで、ファッションのこのアクセサリーのような感覚で使える、 素晴らしいヘッドホンだと僕は思ってるんですね。だからこそ、えー、街中でね、つけてる人が、まあ僕の認識上ね、いっぱいいるんだなと思うんですけれども、本当になんか黒一色で、なんか武骨なんだけれども、もなんだかこの可愛らしい印象があるんですよね。だし、この時期、この夏の時期に、 ものすごくいいなと思っていて。例えば、夏ってさ、まあ今僕上着着てるけれども、どんどん、なんていんだろう、身につけるものがシンプルになってくるじゃないですか。なんなら T シャツとかね。T シャツ1枚に、こうやってなんか、かけとくって、なんかこれだけでなんかオシャレじゃないですか。なんかネックレスとかアクセサリーのような感覚で、こういう風につけてる時もかっこいい。みたいな。ものすごく軽いし、で、僕、えー、メジャー4。 使ってる時に、に、もちろんあの時も素材感良かったんだけれども、あの、やっぱりちょっとね、蒸れるような感覚があって、あの、まあ、ただですよ、なんか今回、つけた時のえ、つけ心地ですね。今回これ長時間つけた時の感覚も、ものすごくね、アップデートしていて、なんかね、蒸れる感覚が弱かったりとか、本来これヘッドホンって、僕いろんなね、製品使ってくるので、あの耳が痛くなったりするんですよね。で、これは、あの、個人差が、 あるんですけれども、僕はものすごくこれ、長時間使ってても問題ないような設計だなと思いました。このパッドの部分もですね、本当に高級感が感じられると。これでね、価格がね、約2万円っていうのがもう思えない、素晴らしい仕上がりです。あとはですね、はい、無段階でヘッドホンの長さを調整できると。これ付けてる時の調整っていうのは、こんな感じ。はい。そしてですね、ボタンはシンプルです。 え、横のサイドを見ていただけると、えー、この金色のボタンで起動とか接続とかの操作がすべてできます。音量を上げたりとか、次の音楽に進んだりとか、そういった操作がここでシンプルにできるので、えー、本当に直感的に、あの、開封してからすぐ使えるような、そんな優しい製品になっております。で、重さはですね、186g になっているので、まあ、スマートフォン1個分とほぼ同じような重量と思ってください。主に3つですよね。えー、けとく、かけとく、 えー、畳んでしまっておくっていうのが気軽にできてね。で、ファッションアイテムとしても使えて音質もいいっていう本当に素晴らしいヘッドホン、これ。次に性能部分見ていきましょう。この2種類特筆すべきはパワフルな連続再生時間なんですよ。はい。これも素晴らしいね。で、マイナー4は連続7時間、充電ケースが30時間と。で、マイナー5は脅威の100時間再生です。 これも素晴らしいよね。えー、まあ、前作でも、まあ、それぞれね、25時間、80時間と、まあ、十分ね、連続再生時間あったんだけれども、やっぱりね、久しぶりに製品が、まあ、発表されるということで、ちゃんとこの連続再生時間が伸びていると。で、やっぱりこの、ここまでコンパクトで、気軽にアクセサリーとしても取り付けれるような製品だからこそ、充電しなくとも、だって言っちゃえば8、100時間ってあれだよもう、 3日4日ぐらいずっと充電しなくても使えるってことですからね。うん、すごい。ね、で、たとえ充電がなくなってしまったとしても、えー、このマイナー4っていうのはクイックチャージ機能っていうものがあって、15分の充電で3時間の再生ができたり、あとは、ワイヤレスないしは USB-C で充電もできちゃうと。で、マイ、えー、メージャー5は、これもヘッドホンとしては珍しく、ワイヤレス充電ができるんですね。いわゆる、 チー充電です。チーのこの対応している。ここの、この部分を、いわゆる、はい、ワイヤレス充電。ここで充電できたりと。まあ、ただね、これはちょっとなんか、うん、こうやって立てる感じになっちゃうから、僕としては別に t y p e C でいいかな。メジャー4とかを愛用している方で、このワイヤレス充電ができるということが、えー、嬉しいと言ってる方もいるので、まあ、そこはね、あの、ちゃんと、新しいね、 このテクノロジーに対応しているっていうのは評価すべきポイントかなと思っております。で、次にね、音質なんですけれども、えっ、ー、と、マイナー4はですね、まあ、今回これ、みっちり1週間ほど、えー、いろんな環境で使わせていただいたんですけれども、まあ、前提として、やっぱり音っていうのはバランスだと思うんですよね。今回ノイズキャンセルがないってことで、環境によって、えー、音楽だけじゃない、えー、ノイズまで聞こえてしまうってことがあるんですね。マイナー4っていうのは、 マーシャルシグネチャーサウンドっていうものを採用していて、ディティールのね、細かい広域だったり、クリアな、まあ、中域、そして力強い低音っていうのを、まあ絶妙に、まあ、組み込んでね、バランスの取れたサウンドっていうものは、僕は今回ずっと聞いていて感じました。で、一方でこのヘッドホンですね、ここまであのね、ファッション性もあって、軽くて長時間使えて、音どうなんだっていうところはあるんですけれども、マイナー4よりも、低音 のクオリティが上がった印象ありましたね。圧倒的な低音と、あとはスムーズな中音域を再現してくれると。で、高音っていうのも繊細に聞こえる。そんな印象がありましたと。で、正直このマーシャルのヘッドホンとかイヤホンって、あの、世の中ね、いろんな製品がある中で、突出して音のクオリティが高いという評価ってなくてですね。ただ、僕は全体的に、全体的よ、総合的にバランスの取れた繊維だと思っていて、やっぱり気軽に取り付けれて、 こうやって書き入れて、ファッション性も良くて軽くて長時間使えてワイヤレス充電もできる。で、えっと、低音とか。 中音域、広域、全体的にバランスが取れた設計で、本当にこだわりたいっていう方は、えー、アプリケーションと接続をしてですね、例えばもう少しベース強くしたいとか、えー、中音域調整したいとか、まあそういったアプリケーションとの接続っていうのもできるので、あのー、ここはね、本当に幅広い人、いろんな用途に対応してるっていうことですね。僕としては、ノイズキャンセリングがかなり強い、えー、製品を使っていたりとかね、結構ノイズ、いわゆる、 外音とかがシャッとしたい集中したいっていう時にノイズキャンセリングは重宝したりするのでまあそういった方は、まあ、シンプルに、ね、音を楽しむっていう観点でねこちらおすすめしたいですし特にこれですねメイジャー5これはですね僕はもう本当にずっと使いたいですよ僕基本的に服ってねシンプルであんまりごちゃごちゃするあのアクセサリーとかもつけてないんだけれどもこれつけとくだけでなんかすごくねかっこいいしまあ和服に合わないけどね で、こうやって付けた時のデザインとか音質とかもいいし、かなりおすすめです。はい、そんな感じで今回はですね、マーシャルのメイジャー5そしてマイナー4のレビューをさせていただきました。えー、詳細等は、ね、概要欄にも貼っておきますので、もし興味のある方はチェックしていただけたらと思っております。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。バイチャップ